がないねはい、今レコーディング中です。じゃあちょっと、画面の共有ドン。はい、今見えてますか？うん、見えてます。はい、うわ、あ、それで、これか、これでビデオパネル、あ、そうだね、これをこっち持ってきちゃえばいいのかな。違うか、ここでいいのかな。ここでいいかもしれない。うん、今あれなんでしょう、みんなの右下にはこう本当は俺らのあれが顔が映ってるんだけど、うん、高田俺らには真っ暗、これは真っ暗、うん、これは真っ暗、うん、でも本当はこれ映ってるから俺らは、うん、うん、まあ一応そこを意識して、はい、うん、だから鼻をほじったりとかしちゃダメよってことね。うん。じゃあ一応この写真から、うん。秋どこ行ったの？っていうとこがね。うん。じゃあ、あの、始まりましたから行くよ。はい。はい。はい。じゃあそういうことで、始まりました。ギータカ。なんだっけ、旅シリーズだっけ、フィリピン旅シリーズなんだっけ、もう忘れちゃった名前なんだっけ、まあひどい、フィリピンの旅シリーズだっけ、うん、そんな感じ、はい、ね、そんな感じだったね。まあね、第1回目、始まりました。まあ、第1回目はね、一応コートね2人で行ったんだけど、まああんまり写真実は残ってないんだよねこれね。なんか20枚ぐらいしかなかったね。まあ。弾丸だった。まあちょっとこう写真をね、一枚一枚こう見ながら、まあね、思い出をね、語り合いながら、こうどんどんみんなにね、紹介していきましょうかね。まずね、まあうちはね、ジェットスターだから、成田のテルミナル3だよね。と、テルミナルトレイ。テルミナル3。もう、すごいよね、もう、テルミナル1から、すげえ歩くもんね。自力で、うん。3に行こうと思ったら。うん。まあ、無料のバスは一応あるんだけどね。うん。で、まあね、テルミナル3入ると、すぐこの看板があるんだよな。春秋航空日本。それを英訳すると、スプリングジャパン。ね、秋どこ行った？秋どこ行った？ホールがない。秋もないし、航空もどっか行っちゃってるし。航空もない春日本。春日本。まあ、これまだあんのかな？あるんじゃない？あるのかね。まあね、変な航空会社だなっつって、まあ、写真撮った。ね、まだこれ、まあ、フィリピン行く前だけどね。まあ、日本の時点でもう、くだらねえ写真撮ってるっていう。はい。じゃあ次行きましょうね。ああ、とうとうね。乗るところだよね。ジェットスターに乗るところ。まあこれ多分みんなフィリピン人だろうね、きっとね。そこになぜかギータカブラザーも行ったっていう。なんか、このおばちゃんのメガネ、なんかパーティーグッズみたいな。ハートの。なんか初回か2回目ぐらいに、子供に、フィリピンでそんなことしたら死ぬよみたいな、言ってるおばちゃんがいた。そうだっけ？全然覚えてねえよ、そんなこと。そんなことしたら死ぬよあらね。はい、じゃあ次行きます。ああ、とうとう、これは多分あれだね。ビデオだね。ビデオ。ビデオいきます。マニラ上空。おお、音うるさいから大丈夫かな？大丈夫。大丈夫。ああ、やっと着いたぞっていうね。うん。
俺が外出ると暑いんだね。あの南国の匂いがね。これはナイアワン、ジェットスターワンだよね確かね。うん、セブパシが2だもんね。うん、そうだね、これ多分1だよね。1からのあれがぼったくりタクシーしかいねえんだよな。イエロータクシー、イエローひどかったからで、うちらまずねマック行ったんだよね。そう、まあ、うん、2人で、うん、2人でマック行って、もうまずジュースの数が英語できないからもうThis, this, this. もう。ああ、コーラ、コーラ、コーラ、みたいな。なんか二人で、何回も、なんか頼んだら、聞いてくるから。なんかコーラ、コーラって言ったら、なんか二人で頼んだのになんかコーラ三つ来たぞ、みたいな。これどこのマック？これ、あれ、あそこだよ。ロビンソンの前。そうそう、ロビンソンの、ああ、十字路の近くの。はいはいはい。で、コーラ3つ来て、ポテトは1、2、3、4、5。ポテトがなぜか5個来たっていう。おんだけ芋食って2人だからね、これで。で、なぜかまあフライドチキンと、これ米だよね、これ多分ね。米が。うん、米も来たっていう。米なんかマックで食わねえだろう。まあ今はね、そのライスバーガーとかあるけどね。うん、これまたちょっと違うもんね、ジャンルがね。そう。どうやって米食うんだよ。まあ、フィリピン人はやっぱりこう、チキンとライスなんでね、きっとね。うん。だこの、この左上のこれはあれでしょ？多分、グレービーソースでしょ？だから甘いソース。ね、得意のね。これ美味しい。このポテト美味しかったよね、なんかね。うん。くるくるポテト美味しかった。うん。多分これを無駄に、この普段のこのセットとは別に頼んだがゆえの、いや違うよな、でもこれが。いやなんかね、ハンバーガーが普通に全部単品だと思ってたら、値段的に。うん。全部セットだ。なるほど。多分ハンバーガー単品頼んだつもりが、要はこの、ね、値段で。全部あれなんだよね。本当は別に欲しくもねえだったみたいな。で、多分チキンにもそのミニポテトがついてた。多分確かにそうだろうね。食ったら、ね、うん。どんだけ食ってんだよっていう。はい。じゃあ次いきます。次。あ、来ました。出ました。これあれだよね。奥じゃない方だよね。そう、手前。手前だよね。はい。ああ、手前もよく行ったね。でも結構なんだかんだ奥通されるんだよね。そう、絶対なんか奥。うん、じゃあ次行きます。はい。うん。ね、貝の入り口だね。ね。入り口にこれいっぱいあるんだよね。うん。次行きます。これはサメじゃないの？違うか。いるかね。うん。しょうがないしょうがないしょうがないね、しょうがないね、もうすぐこう歌っちゃうんだからさもうロンリーチャップリンかこの野郎みたいなね。あ、もうしょうがない、ね、はい、これもしょうがない、ね、これほらここだよね、ここがこの奥のね、入り口だよね、うん、懐かしいね。あ、もう次の日かな、ロビンもう次の日になってるね。これはあれだよね。だからこの、本当のこの問い面ぐらいがさっきのマックじゃないの？そうそうそう。そうだよね。マックから撮ってると思った。そう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 。マックぐらいから撮ると、この位置になるよね、うん。で、この左奥の方が、まあ、その、ジョージさんの。おうち、あ、うん、あのほらなんか JAL のマークみたいなさ、なんかなんちゃってうどん屋さんみたいな、うん、なんかあんじゃん、丸亀製麺みたいな変な
なんか鶴のマークのうどん屋みたいな、うん、あそっちの方の入り口の方だよね、常寿さんち、へ、うん、はい、次いきます。ああ、岡田この時はまだあのグラブだ、あのウーバーだって使ってなかったんで、あ、普通のタクシーで行ったんだよね。あ、そうなのかね。とデパートのタクシーなら安全だろうっつって、で最初初日はモアから行ったの？ああ、ロビンソンからってこと？ロビンソンから。ああ、初日は空港からエルミタまでで、なんか400ペソとか吹っかけられたのに、あのロビンソンから岡田で多分百何十ペソとかだったんだね、うん、どうなってんだよっていう。どうなってんだよ。いつもこの入り口になんか背丈モデルみたいな姉ちゃんがいるんだけどな、うん、モデルのお姉ちゃん、ね、俺より腰の位置高いかんね、うんうん、あ、どんだけ俺が足短いんだって話になるけど、うん、じゃあ次いきます。あ、来ました。あ、しょうがないね。エブリナイトって書いてあるからね、すごいよね。エブリナイト行きたいね。ちなみにここの金属探知機は何の意味もなさない。確かに昔はね、結構あのカメラ持ってないかみたいな銃持ったあの警備員がいて、うん、結構ボディチェックされたの。当たり前のようにブーってなるけど、うん、なんかどうぞみたいな、いいよ、うん、じゃあ何のためにここ通るのみたいな話で、ね、うん、エドコンもな、なくなっちゃったみたいだな、さらちだね、さらちなんですよ今。ああ、うん、来なきゃしょうがないです。あ、女子プロ。女子プロ。女子プロ。コットン。コットンクラブ。女子プロなくなっちゃったからね。あの、これも後半潰れちゃいましたからね。ここがサンバになったからね。そうそうそう。1階がサンバで、2階がなんかビリヤード場みたいになったからね。あの、たけしのお兄ちゃん、ね。そうそうそう。いや、女子プロ懐かしいな。お、どっかで見たことありますね、これ。ここ来ると、もう、チョコレートだよね。そうだね。確か。あ、スペース。うん、ファイヤーハウス。ファイヤーハウス。ファイヤーハウス。結構、ここら辺にいる子ってみんな可愛いんだよね、なんかね。そう。覚えてる覚えてる。スペースはやっぱカラオケも兼ねてたから。そうね。これまたしょうがないね。これアリストクラブ、ね。しょうがない。アリストクラブね、うん。もう二度と行かないけどね、アリストクラブ。もう食べ物くせくせ。うん。うん、なんでこんなとこ連れてきたんだってぐらい臭かったね。しょうがない、ね。しょうがないね。ほんとしょうがない。あ、これは、これ関係ないよね、これね。これ関係ないかな。これは、これ、不死身だからね、これね。お兄ちゃんの誕生日これ不死身で、そうだね、俺の誕生日になんか子に連れてってもらって、うん、感情見てこの顔っていうことだよね、うん、俺が払うのかよみたいな顔、ね、渋い顔してるよ、うん、これお兄ちゃん上機嫌のね。はい、しょうがない。この子はアルゼンチンの人ね、うん、もう1回目終わってんじゃねえのこれ。これ2回目でしょ、だってもう。なんか
か、ドブロックで言うと、一物をくださいみたいな。うん。なんか、イグジットって書いてあるけど。出口イグジ、イグジットからなんか、なんか一物をくださいみたいな。しょうがない、ね。しょうがないね。ほんとくだらないね、これね。まあ、これはね、本当は第2話の時の写真なんだけど、ちょっとね、これはもう伝説だもんね。一物の、一物の写真は。あ、ジョリビー。ジョリビー、ジョリビー。これ、どこジョリビーだろう。あれじゃない、モア3じゃん。うん。モア 3? それモア3。ピザハットはモア3だから。モアじゃないやだろ。あ、モアじゃない、ないや。ないや3だから。もしくはアンヘ？アンヘっぽいな。ま、SM っぽい。でもアンヘ初回行ってないんだよね、うちら。ああ。だからもうこれ2回目だもん、ピザハットも、うん。てか、お姉ちゃんの写真あんま出てこねえじゃん。やっぱ1回目はダメだな。しょうがないね。サンバって書いてある。うん、だ表示変わってるよね、これ。さっきエブリーナイトから3番変わってんの、うん。いつも早めに行くと、ここら辺でみんな飯食ってんだよね、なんかね。あー。出た。デンジャラス。デンジャラス。デンジャラス出たね。金の馬買っとけば、また。そうね。この、ここで、パドックでなんか、野犬に毛づやがいい馬が出てくると、もうそれ買っとけば間違いねえ、みたいな。現実のね、競馬で、騎手で買っとけばいい、みたいな。うん。これすごいね。これ 1.1 なんだよね、これ。そんなにガチガチかよ、みたいな。あ、これは、バレット。うん、バレット。いつもさ、こう、バレットを覗くとさ、こういうステージからみんなこうなんか、おいでって。そうそう。おいでおいで。おいでおいで。いつもやってるよね、これね。あ、もうないみたい。右に矢印がないや。いや、これが、第1回目終わりです。第1回目終わり。これちょっと17回もこんなの誰も見ねえぞこれ。やっぱりちょっと1回目はね、予想通りというかちょっとダメだなということで、まあ2回目も行きます。これもう乗りかかった船なんで2回目も行きましょう。うん、時間大丈夫だ。いいんじゃないの、もう。切れたらまた行けばいいんだ。次、2回目。2回目。2回目。2回目ね、ごめん、ちょっとね、まだ整理してないや。まあいいや。もうめんどくさいから行っちゃおう。はい。行っちゃおう。まあ、またね。やってまいりました、マニラと。はい。じゃあもう、たぶん途中からね、じゃあ順番バラバラになっちゃうから、もう。うん。うん。帰国後1ヶ月半ぐらいですかね、うん、1回目から、うんうん、でミスドがありましたと。ミスドありました ね。ダンキンじゃなかった、ミスドだっけ。ダンキンドーナツもあるよ、うんうんうん、20ペソだって40円44円か 2.2 円ぐらい、なんか体に悪そうな色してるよね、なんかね。着色料が、うん、色もそうだけど本当に甘いからね。うん、これが読めない。読めない。ミスターうーみたいな。ミスターおーだかうーだか。なんて読むんだよこれみたいな。これ値札貼り替えてんのこれ。
泊まり替えてる、まあ、値上げしたんだろうね。値上げしたのかな。なんかこのこまた下がこれ危ねえ色してんじゃんよこれ。本当なんか体に悪そうだよね。あでもサラップって書いてある、美味しいよって。誰が買うんだよ。ミスドはだってうちらは結局買わなかったよね。そうだね。うん。まああ来た。あ出た。出た。ピザハット。出た出た。やばいよ。とんでもない量だったよねこれね。すごい。でも700ペソとかだった？まただってほらこのピザ生地がこれなんか熱いじゃんなんか。このほらそのサクサクじゃないっていうか。そうそうそう。またこの腹にたまりそうなピザ生地。ふくらパン生地みたいな。よくこんなものを3人でやっつけてねこれね。コーラもめっちゃだから。コーラもそうここにね。ピッチャーね。ピッチャーがあるっていう。コーラのピッチャーってあれどんぐらいなんだあれ。それこそ 1.5 リットルぐらい。あったのかな。あんのかな。言うて1人2杯ぐらい。でもこのボトムレスってのもこれなんか和訳すると多分底なしっていうことなのかな。そう。ね、底なしよりピッチャーの方が高いのかっていう。セブンアップとかマウンテンデューは知ってるけど、これ知らないよね。マグ？でもルートビアって書いてある。うん。でもルートビアってなんかノアル沖縄の方にあるよね。ドクターペッパー。ドクターペッパーまあみたいなイメージ。ああ、そっちか。だってこのお姉ちゃんがさってすごいねえ、うん、トゥインクルとか。このお姉ちゃん妊娠だしてたよね、この時。そうだっけ、全然覚えてない。覚えてない。で、次の年にあのもう一人の人と行った時にまたいてこの人。へえ。あ、産んだんだね。あ、A さん。それは覚えてる。え、A さん。A さんと行ったとき。A さん。A さんね。A さんは多分、4週間後ぐらいに出てくるんです。第6話ぐらいに多分 A さん出てくる。ここら辺を最初に見せとけよかったんでね。あ、これピッチャーだよね。これ。そうそう。これが、これ450円ぐらいだったね。こんなにコーラ入って。あ、また。しょうがない。本当にだよね、この一物をくださいはね。これ多分ね、多分、もうすぐネタバラシ出てくると思うけど、まあ多分ここら辺からね、もうね、もう番号つけてねえから、もう順不動で出てきます。はい。あ、はい、わらまが。はい、はい、わらまが側。この時にヤクザ傷をつけてる。そう、本当に。ここにね、溶接して、寝っ転がって溶接してたら、600度の溶棒が顔に当たったっていう。痛いたし。しかもこれ、ハロウィンのね、本当にね、何日後かぐらいにやったんだよね。11月3日とかそんぐらいに、うん、なんでハロウィンの前にこの傷やっとかなかったんだっていう。結構でもこれ1年ぐらい残すよねこの傷ね。おお、ずっと残したもんね。これこの子名前覚えてる？覚えてる。こうはサンド。違うよ。え？ニコル。ニコル。ニコル。まあでもこの子もさ、そのアンヘにいるときは、うん、まあ、すごいヒール履いてるからさ、うん、めっちゃなんか高く見えた ね、すごいなんか大人顔みたいな感じだったのに、やっぱりこう、うん、ね、実際こうね、普段着とかだとぺったんこの靴だからさ、すんごいちっちゃくてね。うん、まあ、
あれじゃない、バーファインあるあるじゃない、そういうのって。うん。ねえ、あの子とか言ってさ、じゃあ着替えてこいよとか言うと、なんかすごいちっちゃい子が出てくるみたいな。うん。あ、これは動画ですね。うん。また音うるさいかもしれない。ドールかね。アトラティスか。あ、ドールか。キャプテンアメリカみたいなのみたいね。あいつが RG にしか見えないんだよな、白シャツが。本当に痛いって。白シャツが RG にしか見えないらしいよ。え、これドールでしょ。ドールっぽいね。ドールハウスだよね。あ、ニコルね。うん。ね、だからすごいなんかさ、なんかほら、量が春日みたいだったじゃん。そうだね。ね、ステージに立ってる時って。うんうんうん。すごい大人の女性と思ったら、なんか、こんななんかね、うん、幼顔みたいな。びっくりしちゃったよね、こんな童顔の子で。それカニじゃねえから。カニじゃねえから好き。カニじゃねえからシリーズ結構あるよね。しかもカニとコーンの組み合わせって、でも うまそうっちゃうまそうだけど、カニじゃねえからな。え、でもこれリアルクラブって書いてるよ。リアルクラブイート、嘘つけばか野郎。カニカマでしょこれ。カニカマじゃねえかよ。ほんとしょうがないよね。いや、たこ焼きのやつだよね。たこ焼き屋のメニュー。そうだね。3個で75ペソ。うん。150、160円ぐらいか。3個で ?1 個50円ってこと？ああ、まあ。結構高いね。うん。しょうがない。リアルクラブミート。何？伸ばし。伸ばしって何？伸ばし。フルーツ？上はチーズ、フルーツ。うん。フルーツチーズってなんだろうね。味噌バターコーン。味噌のたこ焼きって合うのかね？どうだ。はい、じゃあ次いきます。また出てきて、だこういうのを最初に持ってくるべきだったね。あ、でももうほら、コーラが結構なくなってんじゃん。これもう寒さが、ね、なのかね。うん、いや、やっぱ写真をちょっとまとめとくべきだったな。これ多分あれだよね、あのほら、アンヘのストリートカジノ、あれ？ウォーキングストリートのほら、マックの方の出口の。そうそうそう、出口右曲がったら、なんかカジノフィリピーノだっけ、カジノフィリピーノ、フィリピーノカジノだっけ、なんかカジノフィリピーノだっけ、なんかカジノフィリピーノ、うん、多分そこだよね、これね。なんか誰かが一向に起きなくて、俺か。起きない人いるよね、いつもね。え、それクラクトンの時、クラクトンの時でしょ。うん、あー、ひたすら動画を撮ってたら怒られるか。うん。ドラゾー、懐かしいね。懐かしい。これ岡田だよね。これ岡田だ。うん。馬、馬だ。岡田。岡田。そう、こうやってなんか、こうなんかこうやってなんか、いつもなんかメンテナンスしてんだよね。そうそうそう。うん、変な時間に行くと。こっち。こっちのコーナー結構まだ出来たてだったんで。そうそう、結構奥だもんね、これね、競馬の。うん、レストランと。うん、なんか、
ひたすら、なんだっけ、あの、パッキャオが戦ってるスロットマシンとかあるよね、なんかね。ある。あと、皇帝ね。うん。あ、皇帝、なんだっけ。あれ、違う、あの、なんか、スロットのタイトルが、ファファファとか言う。皇帝のやつで。どういうタイトルだよ、みたいな。あ、結構。結構。うん、もうね。いろんな壁にいるんだよね、こいつらがね。うんうん、怖かったよね。だって、ホテルの中に出てきたりするんだよ、こいつら。俺、部屋、クラクトンの部屋に出てきた。うん。出てきた。おー、怖いよ。リアル月光。月光。これ、モロベーシア。ペッパーラ。モロベーシア。モアだよね、これね。うん。うん、ペッパーランチ。あ、俺、太ってんな。こうも太ってんな、まあ、ペッパーランチは本当に日本と全く味が変わらないよね。うん、美味しかった。米も多分これ日本の米なんじゃないの、これって。確かに美味しかったよ。だ、全然変わんないもんね、味がね。うん、ジンベエ着てるだけで、ね、珍しい。月光仮面。月光仮面。こんなやつ、こんなやつばっかいいんだよ。まあ、空気悪いもんな、本当に、ね、うん。こうでもしないと、本当に、それこそ死んじまうよ。そう、なんか飛んでたもん。あ、カラオケ。オープンカラオケ。ゲーセンのカラオケだよね。オープンカラオケだよね、なんか。すごい、だって行列できてたもんね、これね。行列できてた。みんな歌いたいからって。これさっき言ってた。フィリピン。うん。うん。あ、これね、ニコルだね。ニコル。うん。しょうがないね。あ、これ。あ、出た。チケット。この、ひたすらチケットが10メートルぐらい出てくるっていう。あ、もう上にでも出てきてんじゃん、これ。とんでもない。ああ。うん。みんな握ってんだよね。うん。出てきたね、ジネットが。ジネ。うん。これがまあね、ジネットとの最初の出会いだよね。うん。ジョリビー。うん。これが、アトランティス。アトランティス。そうだね。みんなここら辺から韓国人とか朝鮮ね、中国人とか20ペソ投げばらまくんだよね、みんなね。うんうん、この人サンシャイン池崎じゃないか。いたな、いたな。いつもかわいそうってなんかいたよね。長友。長友は不意打ちだよ。でかく出してるんだ。でけえな。これ、確信犯だよね、これ作った人。あ、月光か、あれさっきと一緒なんだよ、これ月光かね。あ、このね、絡んでる。月光仮面に絡むブラザー。何交渉してんだ。でもなんか指さしてんじゃん、俺のこと。うん。なんだろうね、これ。ああいうコリアみたいな。わかんねえけど。チップもよこせ、この野郎とか言ってんのかな、わかんない。ぽいぽい。全然覚えてない。てか、俺も太ってた頃なのに、うん、俺3人乗ったからね、うちらね。そうだよね。トライシクルに。むしろそれを言ってんじゃないの。お前ら3人。お前ら重いからもっと払えと。うん、それでお前50ペソとか言ってんのかみたいな。これ誰？これ名前忘れちゃった。誰だっけな。リアルに覚えてない。あ、でもアンヘだね、そうそう、うん、
ドールかな。これあの、そう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 、ジョリビー。貯金？うん。いや、ジョリビー。貯金はでも、1回しか行ってないもんね。あ、貯金はここに貯金って書いてあるじゃん。だから、まさに、そうそうそう、うん。あの、SM クラークから、そう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 、ウォーキングストリート行けるとか、間にあるやつ。通るとこだよね。うん。うんうん、この子全然覚えてないんだけど。俺も。いや、さっきのジネットと一緒にいた子よ。ああ、じゃあジーネは覚えてんのかな。俺はもう財布盗まれて、昇進だから。ね、これあれだよね。鉄板屋じゃないよね。これ鉄板屋じゃなくて、あの、ペッパーランチみたいな。ショッピングモールみたいな。そうそうそう。フードコートみたいな。そう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 。そこにいた子だよね。そう。可愛かったよ。可愛かった。鉄板焼きライスみたいな。一般人をダメでしょうよ。盗撮しちゃった、うん、十分に言った。十分に言った。十分に言った。何を十分に言ったのか。なんでこれ貼ったのかね。フィリピン人は十分に言った。多分あれだろうね、タガログで日本人に聞いたんだろうね。あ、これなんていう意味だ、日本語だとこれなんて言うんだみたいな。十分に言ったちゃったみたいな。どかよ。でこのステッカー作ったらね、これココモスじゃない。ココモス。あ、これコウがよくこれ食ってた。これってことはこれ俺だね。俺が撮った写真かな。いや、俺が撮ったよ、これ。これ何つうんだっけ、これ。これ、モッツァレラ。あ、モッツァレラ。そうそうそう。モッツァレラフライみたいな。そう。こんなん誰が食うんだよって言ったら、俺が食うって言って、本当にこれ全部食ってたよね、こうね。また、このチャーハンとかが食い切れねえわけよ。食い切れねえ。これにフライドチキンとか頼むと、フライドチキン、クソできるのが4個ぐらい出てくるからね。うん、誰が食えんだっていう。ああ、これはあの予告編にも出てた。この子覚えてるな。この子ってか、まあおばちゃんだけどさ。この子なんかもいつもいるイメージだったな。うん。他はわかんねえや、画質が悪すぎて。2018年5月。ってことはね、ゴールデンウィーク終わってから行ったんだ。そうだね。俺だってその年、2月、4月に行ってる。これあの、ビール早飲み。ビール早飲み対決のやつね。ああ、やつだ。これ、日本人なんじゃないの？わかんないけど。なんかいたよね、日本人。いた。いや、結構いたよ。なんか私は荒川区です。韓国人って人わかんないね。うん。あ、ニコルン。動画、ね、あ、一応これも動画みたいですよ。ね、あれさっきのニコルンは？ニコルンも動画みたいよ。まあ俺ね、タトゥーの子あんま好きじゃないんだよね、今更だけど。しょうがないね、これは。さっきと一緒なんじゃない？違うかな。これもドールだね。あ、さっきより短いか。うん。すぐママさん飛んできちゃうから、ね、写真ダメ。すぐダメって言われるね。うん、これ団子食うやつ。I'm hungry.
ニコルもこの髪の毛がストレートの頃は良かったですね。なんか途中がドレッドみたいになってたもんね。なってた。あ、うん、十分に言った。はい、十分に言った。いろんなやつが写真撮ってるからね。あ、これこうのやつだね。結構もうすでに結構持ってんだよ。どんだけチケット集めてんだよ。そこら辺の子供にあげたんだよね。あ、出てきた。出た。出てきた。あ、出た。ここに一物が。疑惑の。疑惑の。あ、ここイサム、イサムここにいんじゃん。あ、こうもここにいんじゃん。ってことはこれ俺が撮ったんだよね。これね。あの この部分だよっていうのを撮りたかったんだよね。そうだね。そうだよね。この一物の正体は。ピザハットの P だ、 P でしたって。てか、なんで P のその先端をあれにしちゃうんだっていうね。絶対は確信犯でしょみたいな。あ、またこうの B があるよ。ちょっと待って。これ、ハマるやつ。ガキがうぜ、ガキがうぜし入られ進んだどうすんだよこれ。あ、終わっちゃった。これ傾けて入れたんだよね。傾けて入れたんだよね、なんかね。あ、これ多分ね、ニコルに出てくるよ、これ。これでしょ、これ。分かった？分かんねえな。ほら、そうだよ。あ、もう一回。多分これ。ああ、これ。そうだ。はいはいはい。これ。あれはね、大人っぽく見えるんだけどね。あのマキーとかはアトランティス。これはアトランティスだね。あ、これね、ビデオ撮ったんでね。このみんなかけすぎ。みんなかけすぎ。ルーレットかけすぎ動画。誰がかけたかとかわかんのかね。すごいよね。チップの色なのかね。かけてんの。
うん、何が来ても大体当たりだ。そう。みんなやっぱね、赤黒には勝てないね。おお、黒赤だけでしょうよ、そんなの。うん。だって今この場に何ペソあるわけ。ね。5000ペソぐらいあんのかな。回チップ回収する穴みたいな感じ。ああ。黒にかけていい。ここだっけ、ビンゴあったの。ビンゴあった。ああ、このストロベリーのポテト食ったよね。ストロベリーフレーバー。これはね、うまくなかった。食べたんだっけ。俺多分ね、これ食ったからもうジョリビーいらないって言い始めたんじゃないかな。インスタ映えって頼もうとしたらなかったんじゃなかったっけ。いや、あったよ。食ったもん。このスパゲッティもまたうまくねえんだよね。甘いんだよね。甘くてボソボソでさ、でなんかそのトマトケチャップじゃなくてバナナケチャップなんだよね。トリビーは。だもう余計に甘くてもう絶対こんなとこ来ねえぞって誓ったよね、うん、本当に。これアンヘル。ぐらい。多分。あのそのストロベリーがあったの多分。これもニコルじゃない。と結局そのドールとアトランティスはお二方はどっち派ですか。これはアトランティスかな。俺ドールかな。俺もなんだろう、人数的にはドールなんだよねきっとね。ああ。アトランティス。そう、あのマネージャーがいたじゃん、ドールは。あのダイアンでしょ。うん、ダイアンとメルリン、うんうんうん、茨城で働いてたっすよね。土浦、おう、土浦とかですよ。ドールはあの後半はビリヤードやったイメージだ。ああ、僕やってた、うん、結局あれビリヤードは安いんだけど、うん、ドリンクおごる羽目になるから。そうね、うん、あ、終わりました。終わりました。はい、結局ピザハットで締める。そうです。ピッチャーで締める。まあこれからピッチャー注ぐとこだからね。うん、まあじゃあ一応ね、ここからそのジネットとねの付き合いが始まったんだよっていう感じがね。そう考えると長いね。高田もね今回でそのデビューもしたし。そうですね。ここからね、みんな落ちてくんだよね。うん。うん。この2回目帰ってきて、3人でこうやって通話をしてたら、うん、3ヶ月後に行こうっつって。そう、日本帰ってきたその日の夜かなんかに、なんか3時間ぐらい LINE 電話かなんかでずっと話してたんだよね、なんか。で、なんかもう話してた勢いで、もうチケット取っちゃったんだよね、うん、その日にね。本当しょうがないよね。しょうがない。まあ、でもまだ帰ってきてから次の便を取ってるからまだいいじゃない。なんか俺、うん、もう最後ら辺なんかは、もう行く前から、その、うん、さらに次の便とか行っちゃってたからね。確かに。うん、1ヶ月後の。どうすんだよ、これ。決めてたから、ね。まあ、まだまだ序の口だよね、この
2回目まではね。うん。それこそもう3回目、4回目ぐらいからもう、まあ、ダメダメだよね、ほんとね。こんなのまだ全然ね、その、なんだろう。本当に足入れたぐらいじゃん、まだ。こっからどっぷり買ってくんだよね。ここまでで、あの、海とかの写真一切なし。そうだよね、あのそのいわゆるお前観光はどうしたみたいなとこある。飯か女かみたいなとこあるよね。確かにそう、観光っていうのはないもんね。まあ確かに俺セブが最初の多分観光なんだろうけど、あれ6月とかだもんな。これいつだっけ、2回目行ったの。2回目が2月で、あ、違う、2回目11月。俺と兄貴で言えば、2回目は11月。11月になるね。そうか。まあ、この半年ぐらいだもんね。うん。だ多分、その間にも多分2、3回行ってくから、うん、6回目ぐらいで多分初のその海とか、行ったのかな。まあね、じゃあ一応、1回目、2回目を振り返ってみました。はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、まあ、また来週に向けてっていうところだよね。まあ、17話予告なのに、まあ、その、1回、1話で、まあ、もう2回目までやっちゃったから、もうちょっと番外編をね、うん、作んなきゃいけないので、うん。まあちょっとその、ね、僕らの旅とは別に、うん、まあこの3人以外にもね、もちろん登場人物いますから、うん、女性でも男性でもね、うん、まあそういう、ね、いわゆるこう、ウィリアムっていうやつもね、出てきましたから、ちょっと番外編ということで、そのウィリアム編というのもね、ちょっと来週はじゃあ作っていこうかなと。うん、思いますんで。まあ、またそこら辺はみんなでこう、またね、うん、ウィリアムの写真をみんなで出し合って、ね、まあ、ウィリアムについて語り合いましょうっていうようなね。うん、まあ、女性の話もちょっとね、本当は入れなきゃいけないんだろうけど、まあ、ウィルはウィルでやっぱり、毎回関わってくる人物だからね。重要人物。そういう意味では、うん、これ見てくれてる人にもやっぱりそのウィリアムを知ってもらおうというところで、うん、はい、鉄板屋を鉄板屋ね、うん、鉄板屋を予告編でも出てきたもんね、変なシェフがね、うんうん、あいつは何なんだと、はい、うん、じゃあまあ今回はじゃあそんな感じで、はい、お二方ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあ一回切って、はい、また来週に収録しましょう。はい。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまた来週よろしくお願いします。
辛いネタ殺すからね。